大百戦術ミッション開始。こんにちは、アズムンジャーです。この前ファンタジーゲーマーを塗装してブレイブのレベル100っぽいのを作ったんですけど、スナイプだけレベルアップしないのはちょっとかわいそうなので、シミュレーションゲーマーを塗装してスナイプのレベル100っぽいのを作ろうと思います。というわけで塗装用にもう一個買ってきました。出しました。このパーツの多さたまらんですよね。出しました。とりあえずもうこのまま一気に塗装しようかなと思いますね。全部一旦白で拭いてって感じですね。それではいつも通り段ボールにパーツをセットして、スプレーを30秒振って窓を全開にしてマスクをします。今回はちょっとクリップを使って塗装します。いきますね。やば、ちょっと外れたのでちょっと外しました。今回は透けないようにしたいですね。今度はこっちです。内側も塗っときますね。ゲーマードライバーも塗っときます。あとボディですね。あとは肩アーマーです。いつも通り段ボールの上で乾かします。乾きました。今回は重ね塗りしたので割と白くなって良かったです。で、色をどうするかですけど、基本的にはもともと赤だった部分ですね、あとこことかですね、これにゴールドを塗ろうと思います。塗りました。白にゴールドってなんかいいですよね。ただちょっとここの甲板ですね、こことか、この胸アーマーのここですね、ここをどうしようかちょっと悩んでます。ファンタジーゲーマーの時は本当に白とゴールドだけで、あとはこの目とかこの目元ですね、このここに黒がちょっとあるだけなんですよね。なので甲板を黒にしてもいいんですけど、それだと元のシミュレーションゲーマーと変わんないですよね。なので白い甲板に黒いラインを引いて戦闘機をゴールドにしようと思います。塗りました。せっかくなので口とかひげですね、ここも塗って、ここの線は定規で引きました。ボディの方はこんな感じです。線を引きました。ちなみに今の状態でゲーマーにしようとするとここが塗装されてしまってちょっと入らないので、除光液を染み込ませたガーゼとかで拭いて塗装を落としました。これでなんとかはまりますね。あとあの方針の中を黒く塗った方が良さそうですね。塗りました。ちなみにここもシルバー塗っていたので、ここの環境のところですね、ここもせっかくなのでやっぱり塗りました。ちなみに頭の方ですけど、これはもともと白と黒とゴールドなので、まああえて特に変える必要はないですよね。この頭をそのまま使おうと思います。で、アクションボディの方ですけど、まあ、このレベル54の肩アーマーですね、これはここのこの縁の部分ですね、これをゴールドにするとそれっぽくなりそうですね。塗りました。それでは早速アーマーをつけていこうと思います。まずはボディですね。そしたら背中の方ですね。そしたら腕の部分ですけど、こちらはこれですね、ちょっとこれちょっと剥がしますね。マスキングテープですね。取り付けました。結構悪くないと思います。こんな感じですね。おー、
ブレイブと並べるとこんな感じです。これは2人とも強そうですよね。やっぱり白とゴールドっていいですよね。天使とか神様っぽくていいと思います。ちなみに必殺技のポーズを取らせるとこんな感じです。いいですね。ちなみにちょっとスプレーが足りてなかったところはガンダムホワイトで補強するといいですね。ちなみに後ろから見るとこんな風になってます。名前の方はブレイブの方がタドルレガシーなので、こっちはバンバンレガシーって感じがいいですよね。バンバンレガシーもタドルレガシーのタドル歴史巡る騎士みたいないいフレーズがあったらいいんですけど、ちょっと思い浮かばなかったです。何かぴったりのやつがあるといいんですけどね。あとこれどっちも黒く塗ってプロトタイプにしても面白そうですよね。というわけでシミュレーションゲーマーを白く塗ってみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。